はい、今ね、ここはどこになるんかな？長門市かな？長門市にある夢温泉ですね。夢温泉、お湯の湯に免許の免で夢温泉。ここに来ましたんでね、今日はここで温泉に入っていきたいと思います。さあ、ちょっとのんびりしていきます。そうなんですね。なんか厳選なんでしょ。はい、そうです。すごい、それがすごい。お願いします。はい、さんがこれからね。いただいていくと。いえいえいえ、はい。ありがたいです。じゃあね、いらっしゃいませ。どこですかね。まっすぐ見てね、すぐ右に曲がって。あ、青いのレンね。どこから来たかな。僕もあれですね、はい、山口県です。あ、そうですか。はい、レンタルのキャンピングカー借りて。あ、まあすごいね。県内一周旅行やってます。まあ、多いですね、あれ。そうですね。気持ちよかった。満足満足。源泉やからさ、源泉かけ流しやからお肌がツルツルなったかな。よし、またね、バチバチ走ります。よいしょ。Said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake.はい、今ね、ここは萩ですね。萩のシーマートまで来ました。ここでね、晩ご飯買ってきたいと思います。まだ空いとるかな？現在5時前。とりあえず5時までやったらいけんからさ、ちょっと急いで買ってこよう。
お弁当関係全部なかった。売り切れとった。やっぱ大人気や、ここ。お弁当関係全然なかったですね。あとはお肉とか、お魚関係、お刺身とかもあったんですけども、お刺身とかも切ってからね、自分で切って使うような柵になっとるやつですよね。今回ね、調理器具持ってきとらんからさ、調理できんからさ、残念。とりあえず、コンビニ行こう。コンビニ行ってね、まあ、コンビニか、まあ、スーパー行ってね、今日の晩ご飯買ってから、のんびりしたいと思います。移動しよう。よし、とりあえずご飯買ってきました、晩ご飯。コンビニです。コンビニで買ってきました。よし、とりあえずね、今日はここでのんびりしたいと思います。今日はね、アラームをかけずに寝ます。まだね、明日以降の動画ができていないんで、今からね、動画編集をして、のんびりしたいと思います。そんな感じで、また明日、またね。買い物お刺身買ってきた。お刺身これ後でね食べます。楽しみ。さあ一旦ね朝ごはん食べに行きます。ああよう寝れた。よく寝ましたよ。快適。よし今からね朝ごはん食べに行きます。この近くに多分あると思うんですけどね、僕が好きなご飯屋さんちょっとね行って朝ごはん食べていきたいと思います。現在9時50分ですね。9時50分。寝すぎたわ。とりあえずね朝ごはん食べてねちょっと目覚ましたいと思います。ぼちぼち着くと思うんやけど道があっとるかな。あまりね僕この辺来ないんでちょっと道がよくわかんないんですけど、ナビがねついてますんでもうナビに頼る。ご飯屋さん。よいしょ。あと 250m 先を右折。まもなく工房寺前右方向です。その先 100m で右方向です。右方向です。その先、10メートルで目的地周辺です。開いとるかな？行ってみよう。肉うどんとおにぎり、鮭明太。だしと明太は呼ばないです。梅とわかめになるんですけども。あ、じゃあ梅とわかめ。梅とわかめ。肉うどんでいいです。はい。肉うどんとおむすびとかす。460円です。1杯コーヒーです。
もこちゃんですよね。ありがとうございます。見てます、ね、あれありますね、ステッカーがありますので、どうぞ。もちろん、もちろん。今日は、あっこのハゼのシーマーと言ってきました、ね。ああ、そうなんです。今、ね、釣りもしようってやらないですか、洗濯キッチンのところにね。僕、よう見よるからね。そうなん。お腹いっぱいなんか今日めっちゃパンパンになったお腹が。美味しかった。よし、ぼちぼち走ろう。